皆さんこんにちは。英語大好き谷中ひとみです。今日もね、皆さんと一緒に英語を勉強してまいりましょう。今日も私の大好きな英語先生をお迎えしております、セレーナ先生。この方はですね、ニューヨークでファッションショーで活躍して、アクション女優としてもニューヨークで活躍されているセレーナ先生です。アクションはハリウッドだよ。ニューヨークはモデリングです。ハリウッドでアクション、アクション。ニューヨークはニューヨークモデリング。おお、素晴らしい。ニューヨークモデリング。おお、Thank you。おお、すごい。ニューヨークモデルは Thank you。 Yes, I appreciate you。 そう、なんてか はい、今日は私たちにどんなことを教えてくださいますか？はい、今言ったように英語をね、楽しく覚えるには一番簡単なところからやっていく。はい、で、前にも言ったように英語は日本線ですよって話をしました。はい、何でしたっけね、横とかで主語、大事な、そう、主語、誰ですかっていうのもしっかりしてること、はいはい、もう一個は動詞、違う、主語、いつ、いつ、いつ、時勢、時勢、そう、時勢ですね、これ、はい、あのなんか違う、なんかのアクションみたいですけどね、ここ時勢です。これがいつ起こっていますかの、この日本線ですよっていうことで、主語はね、とりあえずあの人が主語っていうことで簡単にやっていくとして、この時勢、日本人弱いですね。弱いですね。はい、それがいつ起きたのかっていうのも日本語の中で結構曖昧なので、あんまりしっかりできない。だから英語が難しく感じる。そうなんですよね。英語はもともと簡単にできてる言語なんですね。でも日本語が曖昧だったりとか複雑だったりすることで、英語にするとき難しく感じる。そうなんですよ、うん、だから世界中結構皆さん英語楽に喋れるのは、日本人だけが喋れない、うん、怖いんですよね。そう、実は日本語の方に原因があることが多いので、それを整理していきましょう、はい、ということで、ここに時勢というのがあるんですが、はい、今日はなんとうちの中ミラクルプラネット、はい、モデルの方でも先生になりました東堂ひかるが、講師としてちょっと今日デビューしますので、途中でね、はい、間違っちゃったらごめんねって感じなんですけどとりあえずやってみましょう、はいはい、ではちょっと呼びましょうかね、はい、せーの、はい、ひかる先生、ひかる先生、ひかる先生、こんにちは、よろしくお願いします。同じの着てますけどね、はい、わー素敵だー、はい、ではですね、はいはい、英語の日本線の、大事な主語、時勢のこの時勢の部分、こっちですね、はい、ではちょっと後ろ見せてあげてください、はい、3つ、実際は4つあれば英会話しゃべれるんですけれども、うん、一番下はね、なくてもいいので、この3つ、これからます、いつもます、これは繰り返すこと、そしてました、終わったこと、あの両手で起こっているところの場所を示していきます。前ですか、自分と後ろですか、後ろですか、これに言葉をつけていくと、あら、コロッと英会話ができちゃったっていうことになりますもんね。はい、ではひかる先生お願いいたします、はい、視聴者の皆さんも真似してちょっとやってみてくださいね、はい、はい、じゃあ日本語からいきますね、はい、はい、じゃあます、ます、いつもます、いつもます、ました、ました、はい、できましたね、できました、英語でいきますね、はい、ウィルドゥ、Will do, 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 did, did. はい、こっちを向いてお願いします。よ、はい、横を向いて。横を向いてですね。こっちですね。同じ方向でないですね。だから光先生こっちそうね。すいません、面白くちゃった。いいんですよ。じゃあ、はい、いきますね。はい、はい、英語で Will do, Will do, do, do. はい、did, did. はい、はい、じゃあ言葉つけていきますね。はい、じゃあ遊びます。遊びます。はい、じゃあプレイで。いきます、はい、日本語から、あ、日本語からいきますね、はい、遊びます、遊びます、いつも遊びます、いつも遊びます、遊びました、遊びました、はい、はい、じゃあ英語でいきます、はい、 I will play, I will play, I play, I play, I played, I played, はい、はい、じゃあ次ですね、勉強します、はい、でまず日本語からいきます、はい、はい、勉強します、勉強します、
いつも勉強します。いつも勉強します。勉強しました。勉強しました。はい。じゃあ英語できます。はい。I will study. I will study. I study. I study. I studied. I studied. はい。はい。さあ、ひとみ。はい。じゃあご自分の言葉で、じゃあ何でもいいのでお好きな言葉でお願いします。じゃあ遠くでいきます。はい、日本語からね。日本語から、うん、はいはい。話します。話します。いつも話します。いつも話します。話しました。話しました。はい、かわいいですね。話しました。はい、はいはい、それでは英語で、うん、はい、英語で、はい。 I will talk. I will talk. I talk. I talk. I talked.I talked. やったー。素晴らしい。先生が素晴らしい。よくできましたね。素晴らしい。ちょっと光の先生が見ていただいて、はいはい、今のように、はい、その事柄がいつ起こるかっていうことを把握していると、英語が今みたいにさっと出てきますね。うん、それで、まあ、主語が今は何も言わない時っていうのは、愛ですよね。日本語で、はい、私っていちいち言わないじゃない。言わないんだ。だけど英語の時は必ず主語がないといけないから、はい、愛をつける必要がある、はいはい、ではね、ちょっと後半まとめていきたいと思います。はい、実際に英会話で持ってきますよ。はい、ではここに Q&A の Q を書きました。はい、明日あなたは何をしますか。これからあなたは何をしますか。はい、What will you do? どうぞ。 What will you do?、うん、はい、じゃあお一人で What? What will you do?What will you do? そう、そういう時に will を使ってるっていう意識が入ってさえすれば、答えが今のこれ。はい、I will なんとか。例えば遊ぶんだったら I will play。はい、勉強するんだったら I will study。寝るんだったら I will sleep。わかりますか？はい。ではこれちょっとやってみましょう。じゃあひとみが明日あなた何をするの？Tomorrow をつけて、光先生に聞いてみてください。はい、どうぞ。はい。What I will do?Tomorrow! Good! あ、練習するかな？Q&A が Q なので、英語の場合は逆さまにする。あ、そうか。そう。日本語の場合ってどうやって疑問文作るかというと、ドド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 ドカって言って、カをつけるといきなり疑問文になるね。これ実は親切のようで不親切なんですよ。っていうのは、これ寝ててもう最後にカって聞いたら、え、聞いてるの？ってことになる。でも英語の場合、最初ひっくり返すよね。はい、will you を I will を will you に変える。だから聞いてるってことが分かるので、ちゃんと耳をそば立てられます。だからここも I will なんとかの、クエスチョンにするときひっくり返して will you、はい、だから What will you do tomorrow になります。じゃあご一緒に What will you do tomorrow。 そう、じゃあ全部一回でやっちゃいましょうか。はい、はい、じゃあいつもあなたは何をしますか。 What do you doWhat do you do? そう。で、昨日何をしたの ?What did you do yesterday?What did you do yesterday?Tomorrow と yesterday つけるとね、分かりやすいでしょ。はい。じゃあ私が日本語を言うので、2人ちょっと英語で言ってください。明日あなたは何をするの ?What will you do tomorrow? そうです。勝ちましたね。What will you do tomorrow? どうぞ。What will you do tomorrow? そう、もう一回一緒に。What will you do tomorrow? この will 大事にね、これがどの時勢使ってるかなっていうのを意識してます。次、あなたは毎日何するの ?Every day つけよう。What do you do every day?What do you do every day? はい、一人。What do you do every day?What do you do every day? そうです。で、最後、あなたは昨日何をしましたか ?What did you do yesterday? どうぞ。What did you do yesterday? じゃあ、一人ね。What did you do yesterday? What did you do yesterday? そうです。はい、では最後ね、Q&A で、はい、明日のことだけやっていきましょう。はい、明日あなたは何をするの？でも普通こういうふうに聞かないです。明日あなたは何をするのって聞く？言わないよね、普通。はい、じゃあ普段着の日本語で何て言う？友達に。明日何する？だよね。明日何するっていうね、うん、ここの中に主語入ってないでしょ。はい、これが英語を皆さん難しく感じさせる理由なんですね。だからあなた見るこれは必ず主語を当てがいます。分かってるでしょ。でも言わないかもしれない。でもそこで J ダッシュと言って、明日あなたは何をしますかって言えば、これが絶対出てくるね。ウィルがね。なぜかって言ったらマスだから。うん、明日何するの中にマスないでしょ。ね、でもあなたは明日何をしますかだったらマスあるじゃん。はい、だからウィルだよっていうのが発見できる。
大丈夫ですか。はい、じゃあ明日あなたは何をするの。私は何をします。何でもいいです。 I will play, I will study, I will work, I will sleep. 何でもいいです。じゃあ、私が Q を言うので A で答えてください。 What will you do tomorrow? 人も聞かれ。 I will go to hospital tomorrow、うん、ほら、うん、Are you sick? まあいいや。はい、行くよ。 What will you do tomorrow?I will do? ん違う、do のところ、do のところに何か入れるよ。 I will I will play tennis、うん、おー、そうそうそう、 tomorrow、 so I will do, I will play tennis tomorrow. Very good. じゃあ私に聞いてみて、どっちでも。じゃあ聞きますね、うん、What will you do tomorrow?、うん、I will meet my ex-boyfriendなんちゃってね。I have too many. はい、ということで今皆さんは明日あなた何するのっていうのを簡単に言えるようになりました。ではお互いに聞いてきますよ。じゃあひかりん、What will you do tomorrow? ちょっと普通っぽく。うん、じゃあ Hi から言うか。Hi、明日何をするのって。じゃあ何をします。じゃあ Enjoy ってやろうか。最後にね、楽しんでっていうことを言いましょう。大丈夫？うん、じゃあやってみましょう。はい、じゃあひかりんとひとみんの会話 Go。はい、はい、ひかりん。Why will you? ん、違う、違う、違う。はい、ひかる。あ、はい、ひかるから始まるんですか。そうそうそう。はい、ひかる。はい。What? What will you study? あ、違う、study. あ、いいよ。それはそれで言うけど。I will study. I will study French とかね。I will study English. Oh, good. 会話してます、会話してます。これはこれですよね。間違っても英語になってるってすごいですよね、あれね。はい、じゃあひとみんに。はい、ひとみんで来て。はい、ひとみん。Yeah. What will you do tomorrow? I will do meeting. Do meeting? Do meeting. With?Teacher. なんでそう、will の後にはここに動詞が来るからね。はい、ここに動詞が、はい、だから教えるって I will teach。 もし do って言っちゃうと do homework とか、うん、ある種の限られたものしかできなくなっちゃう。だからここに、はい、ここが do で来る時っていうのはdo の関連これが来るから、うん、大丈夫。 I will play, I will study, I will work。 時々これ質問来ますね、確かにね。What will you do tomorrow? I will do までなんとか言っちゃうから、うん、でも do まで言っちゃうとそれがそこが答えだからね、うん、I will 例えば I will cook, I will date,、うん、I will kick 何でもいいね。キックする。 I will kick。 そうだから、はい、クックじゃなくてキックね。I will kick him。 そうよく私使いますけど、大丈夫？大丈夫。 I will すること、うん、はい、じゃあもう一回お願いします、はい、そうね、はい、はい、じゃあ Hi ひとみ。 Hi ひかる。What will you do tomorrow? I will cooking cake. Oh, 惜しい。違う。Oh, I will cook. そう、cook と cooking が違うのね。cook、原型が来るんですよね。そう。will の次に来るのは。そう、ここはだって do だから。原型がここに来ないと、うん、クッキングになっちゃうと文法が変わる。あ、そうかそうか。 I will cook a cake。 そうです、はい、もう一回最後ね、はい、take three、はい、よーい、はい、I will、 だから違ってました。はい、よし、はい、はい、ひとみ。はい、ひかる。 What will you do tomorrow? I will cook a cake。 なるほど。Are you right? 仕事多いんでね、大変ですよね。はい、でも今ので言う、だから Will の後にはすぐ動詞、やりたい動詞なり何なりつけちゃえば OK。 考えすぎると割とね、できなくなっちゃうので、うん、分かんなくなったら最後も一緒に実践体操をやって終わりますよ、はい、せーの、はい、Will do、 Will do、 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 Did、 Did、 Must、 Must、 いつも Must、 いつも Must、 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 というわけで、はい、はい、今日もエナイングリッシュ体操とともに終わります。この辺りでね、テーマソングが多分ね流れてくると思うんですけども、はい、はい、じゃあ今日は、先生デビューお疲れ様でした。グッジョー、ありがとうございました。はい、ではね、次のまたエナイングリッシュで、ね、頑張っていきましょう、はい、では、では次回のエナイングリッシュまで
本が待ってますね。はい、詳しく皆さんお知らせになりたいことはですね、はい、こちらのセレーナ先生がお書きになりましたナタミラクル瞬間英会話、はい、じゃあ読んでください。こちらですね、そうなんです、ナタミラクル、みんなねこれ何って言うんだけど、英語で言うと、はい、じゃあ英語で何、せーの、ナタミラクル。そう、それを言うとみんな怖くなるんだけどナタミラクルを英語、日本語風にするとナタミラクル。このナタは日本語を切って英語にしやすい英語にしていきましょうっていうのを絡めてます、うん、あなたにも必ずできますよ。英語って、英語のペラペラっていうかね、喋れるようになるのは魔法でも何でもなくて現実だよってことです。でこの中では時制体操、発音体操、守護体操、こちらの瞳の素敵なカカオボイスぜひ聞いてください。ぜひ、あとポップミュージックも入ってるね、確かね。そうですね、ね、何曲入ってるね、何曲入ってるのでね、そう、瞳のね、素敵な歌も入ってます ね、 ね、はい、時間をちょっと待たれてるんですけどね。モデルメーターやりましょう。面白そうですね。面白そうでしょ。そうです、ドレスを使ってね、こう英会話やろうかなと思ってるんで、じゃあ私生徒で、そうそうそう、生徒っていうか素晴らしい、そう、忘れないでしょう、よろしくお願いします。素晴らしいになりそう、ね、はい、ぜひまたね、ぜひも交互期待なんで、ね、はい、はい、興味のある方は何度、はい、どうぞ東京都新宿区山口町361まで、はい、お問い合わせください、ね、お送りします。はい、はい、ちょっとアマゾンでね、売り切れてる場合があるので、ね、でもね、はい、直接ご連絡くださいね。はい、はい、では次のエナビゲーションで See you